圭一の危機管理司令室。どうもこんにちは。そしてこんばんは。吉川圭一です。本日は7月15日に私の研究所と財団法人尾崎行記念財団との共催で行われた講演会の内容をお送りいたします。講師は自民党政調会で30年以上安全保障問題を担当してこられた政治評論家の田村重信先生。田村先生には今回の参議院選挙の結果と安全保障問題ということで、特にお話をしていただきました。私と田村先生との総括討論の部分だけこれから流させていただきます。それではどうぞ。田村先生、ありがとうございました。ではこれから総括を兼ねて私と田村先生で少しお話をさせていただきたいと思うんですが、まず投票率の問題というか、私の認識では安倍自民党というのは意外に若い人に支持されていたと。ところがそれが今回岸田自民党は少し若い人の支持が減ったというか、それっていうのは私の認識ではやっぱり経済の成長ということを前提に考えると、小泉さんとかアベノミクスとか、そういうものっていうのに若い人は期待したんじゃない。それに対して岸田さんどちらかというと成長率分配できることを言っていると。それで少し岸田自民党に対する若い人の支持が減って、その分やはりそういう成長路線を強く言っている維新の声だったり支持が減ったと、そういう感じなんじゃないかと思っているんですが、そこら辺いかがでしょうか。安倍さんがですね、アベノミクスをやった後ものすごく若い人が評価が高まった。それは何かというと、ちょうど民主党政権の時にですね、なかなかその大学卒業しても就職先があまりうまくいかなかったというのが非常にありましてね、その後安倍さんになったらですね、それがうんと緩和されたんですよね。だからそういう意味で大学生なんかがですね、若い人たちはやっぱり安倍さんになって経済が良くなって就職もできるようになった。そういう評価が非常に高まったですね。それと今はですね、そういう意味で確かにだから若い人なんかも給料ずっと上がらないし、初任給外国と比べてね大したことないし、あるいは最低賃金だってね、例えば日本の場合は1000円ちょっと、1000円弱とかちょっととか、ものによっちゃ最近は1500円ぐらい払わないと飲食店来てくれないとかっていう話がありますけど、アメリカだと実際の話だと2500円ぐらいが最低賃金だけど、ちょっとしたバイトの人を雇うんでも3000円じゃ来てくれないと、それこそ4000円以上払わないとね来てくれないと、そんなようなことがありますから、そういう意味でそういうことを知ってる人はやっぱり引いちゃうでしょうね。ただやっぱり問題はもともと若い人は圧倒的に選挙に行かないのが一つある。意外とでも若い人はそれなりにね、今回もそうだけど自民党に対する支持がねあるんですよ。問題は今共産党がなんか100年とかですか、共産党は、ね、なんかそれ共産党がねやっぱり一番議席減らしたり一番統制をうまくいかなくなったのはね、若い人がね減ってるんですよね。そんなことはありましたね。でもそうは言っても元派層だけ言うと若い人はやっぱり自民党とか維新の党に出てる、というのは確かに先生もおっしゃったように
人の安全保障意識とかあるんですか、思うんですけど、これはいいことでしょう。あ、そうです。大体は僕この月刊ハラルで書いたんだけど、いろんなところで憲法改正の話に行くんですけど、最初にね、憲法の日本国憲法全部読んだ人、ある人手を挙げてくださいって言うんですけど、この中もどうですかね。日本国憲法みんな読んだことあるでしょ。でしょ。だからね、そんなもんなんですよ。だから読んでない人が半分くらいいるわけですよ。だからやっぱり読めばなるほどと思うし、全体的な話を聞くとなるほどと思うけど、メディアの部分的な話を聞くと、それだけで判断しちゃうから、やっぱり問題があるわけで。だからそういう意味で言うと、やっぱり憲法についてもみんなきちっと勉強する。安全保障についてもきちっと勉強する。それで若い人は我々、そういうところに関心を持って、ネットでこう勉強したりとかできますから、そういう傾向っていうのはかなり出てきてます。ただ選挙行かないね。うん、それはだから選挙行く、あるいは政治っていうのは何かっていう、そこをもう少し教えていかないと。ただ、民主党政権ができるまでは、衆議院だったら、結構7割くらい選挙切ったと思うんですよ。それが民主党が失敗してから、衆議院でも結局、半分くらいしか選挙行かないし、まあ、ある程度民主党に期待して、まあ、裏切られたかもしれない人は選挙に行かなかったりとか、そういうふうに考えると、憲法改正が発議されたとしても、国民投票がこれ、通るのかなというのを私はちょっと心配しているんです、うん。まあ、そこを言う人いますよね。ちょうど、それはだから、ちょうどその最近でも早川党とで、参議院に通りましたから、それについてコメント求められて、で僕はだから、3分の2国会で議論して、国会で発議されればね、その国民の半分はね、それは取れるでしょうというふうに僕は言ってるわけですよ。そしてそういう盛り上がってきてくるから。で、それについて、だから、僕の子孫である小林節さんは、あんたと同じこと言ってた。まあ、それやってみないかわからんけど、で僕はでも、結局勉強すればね、やっぱり憲法改正という方向に行くわけですよ。しないと、ね、いいじゃないのというのがあるわけだから。で、それはだから憲法改正がテーマになって、みんなで一緒に議論したり、勉強していけばいくほどね、やっぱり必要だなというふうに僕は、国民の体操も行くんじゃないかと、そのように思ってますよ。まあ、今回、保守系の参政党が維持権を取れたというのは、やっぱり一応ネット戦略でね、若い人に興味を持ってもらっていると、そうですね。まあ、だから、そういう意味では、世の中が変わってきましたからね、やっぱりインターネットの影響っていうのは、やっぱりすごく大きいんだなと、僕、分かんないもんね、だって、漫画家だって、さっきのガーシーだってって分かんないんだけど、あれで NHK と一人取れたわけだから、だから彼が YouTuber、ね、人気 YouTuber の彼が出なかったら NHK とゼロだったでしょ、うん、だからそういう世の中になってきてるわけだから、からそれに合わせて政治も動かないと、うん、例えばポスターの掲示板なんかでもね50億ぐらいかかるらしいから、あれで必要がなんかどうかなっていうそんなことがありますよね、だから時代の変化に合わせてやっていかないとまずいじゃない。まあ、今回、衆参両院で改憲勢力が3分の2に取れたようですけど、でこれからまあ3年間、選挙をやらなくてもあると。でこれから3年間で憲法改正発議ってできると思うんですか。だから安倍さんが亡くなられて、それでその安倍さんの意思を継ぐということで、安倍さんはやっぱりこうやって憲法改正一生懸命やってるわけだから、だから岸田さんもそれを受けてやるわけだ。でやった方がだから自分にとってもプラスだから、そういう意味でそういう動きっていうのはね、急速にやっぱり出てくると思いますよ、だからであと維新があるしね、今後もあるからそこでうまく調整してやれば、僕はうんと実現可能性が、ね、出てくると思います。さっき田中さんは公明党も最後は賛成してくれるんじゃないかとおっしゃいましたけど、それってやっぱりその自衛隊兵器くらいがギリギリなのかなみたいな感じもするんですけど、だからそこはだから僕が言ったようにね、世の中変化してるんだから、そういうふうにしないと
敵基地攻撃だ、いや、なんだって言ったってね、ギリギリじゃできないと。あれ、ね、彼ら知ってるんですよ。平和安全法制でね、彼ら詰めた議論やってるから、分かってますから、そこをだからきちっと説明していけば、あの平和安全法制だって、有事法制だって、秘密保護法だって、全部公民と賛成したんですから、それをやっぱり踏まえていけばいいんじゃないかと思います。先ほどの話だと、9条2項もとにかく何とか改正しないと、敵基地攻撃能力とか、まあ、そういうものって持てないわけですよ。できません。うん、はい、できません。それは、できるというのはちょっとぐらいだ。まあ、必要最小限の防衛力であれば、実は核武装ができると。で、今までだって、それは、そんな核なんてのは、本当に限定的な限定的に使い物にならないからです。うん、まあじゃあ本格的な敵地攻撃能力とかそういうものを整ったら救助に行こうと。そうそうです。日本がちゃんと自分で自分の国を守るということであるならば、やっぱり憲法9条変えないと。だって別に外国と特別なことをやるってんじゃないか、諸外国と同じようにね、ことをやるってんだから。僕は慶応義塾大学で15年日本の安全保障講座をやってきたけど、韓国人だって中国人だって制度でいるんだけど、で僕はきちんと説明すると先生の言う通りだと。それはそうなんだよ。中国だって韓国だってそういう憲法になってるから、別にそれで日本だけ突出するわけじゃない、分かってくれますよ。私はちゃんと自分で分かってそれ説明していかないとダメ、生々の知識でねやってたらやっぱり自信を持って、だからぜひこの機会に僕の本をね、読んでいただければ、僕の歌を聴いてもらえれば、CD5 枚持ってきましたが、ぜひ1枚1000円で販売してますから、本はちょっと余分ないけど、CD は5枚ありますから、ぜひお願いします。まあ、私も何年かワシントンにいて、トランプ政権、さらにその前のオバマ政権ぐらいから、アメリカはやっぱり徐々に世界から引けていってるなと、やっぱ思うわけですよ。それを考えても日本はやっぱり軍事的に独立したいといけないとは思うんですが、ただ憲法を改正したとしてもいろんな装備を変えて捉えたり、日本はちゃんとそういう独立した軍隊を持つ、まして南シナ海とか中東にももしかしたら部隊を派遣しないといけなくなったりとか、そういうことまで考えると、やっぱりアメリカとの、一連のようなものっていうのは今後も続けなきゃいけない。いや、それはそうです。どこの国だって一国だけで国を守ってないわけだから、で他の国と協力しながらやってるわけだから、そこは大事ですよ。もともとアメリカが日本を虐待するために憲法をつけたわけだから、それでよかったんだけど、状況が変わってきたから日本に憲法改正しようって言ったわけだから、ずっと前は憲法改正絶対反対だったんだ、アメリカは。アメリカは保守主義なんだから、でそれで状況変わってきてるわけだから、日本もその状況が変わってきた中で、日本としてもしっかりした安全保障の考え方、憲法改正の考え方をね、やらなきゃダメだね。そういう時期です。まあ、徐々にアメリカでも日本にも核武装してもらう方がいいんじゃないかということを言ってる人も増えてきてますからね。それはまあ、言ってる人もいるし、そうでない人もいるから、それは日本で判断すればいい。ということで、独立国として自分で考えるようになる。異常ですよ。外国軍隊がずっと駐留して、それで守ってもらってるとか。いざって時に本当に役に立つもんで、僕は。このウクライナの未来がはっきりしたわけですから。やっぱウクライナ問題は非常に大きかったと思うんですけれども、まあ、私、この調子だと、台湾戦争みたいなのもあるいは近いのかなと、ちょっと心配してるんですけど。近くないと思います。近くないと思います。それは中国だってバカじゃないから。やれば経済封鎖されたら中国が一番困る、だからむしろその感じる傾向はやめた。それは軍事専門家から見ればそれは大変だというから、それについてどうだという議論をするけど、僕に聞かれればそんなに簡単にできませんということですね。まあ、私は今習近平さんの様子を見ているとちょっと心配はしているんですが、まあ、では私と田村先生と総括はここら辺で、そろそろ。
以上が私と田村重信先生との総括討論の部分でした。まあ、最後に田村先生は、ウクライナ問題があったので中国が台湾に手出しをしてくるという可能性はむしろ減ったんじゃないかとおっしゃられましたけれども、田村先生は実は宏池会に近い方でして、経済問題を中心に考えるとそういうことになるのではないかと思われます。実際中国政府と国際的な銀行との会議の結果として、中国がロシアと同じような金融封鎖を受けたとしたら、中国の現在の経済的繁栄は止まってしまうという結論になったとも言われております。しかし、習近平という人物は今、経済成長路線を整理して、文化大革命の時代に戻そうというふうな動きもしております。いずれにしても中国経済はもうピークアウトではないかというふうにも言われております。そして、人は経済のみにて生きるにあらず。もし人が経済だけで生きる存在であったとしたら、ロシアもウクライナには侵攻しないのではないかと。そういうことを考えると、私はむしろロシアのウクライナ侵攻、そしてジョンソン首相の失脚ですとか、安倍総理の暗殺、そういった一連の流れを見ておりますと、中国の台湾侵攻は意外に早いのではないか。まあ、そのように心配するわけであります。やはり民族のプライドといったものは、経済よりも大事なものなのではないでしょうか。そして田村重信先生も、なぜ憲法を改正しないといけないのかというと、アメリカに一方的に頼っている状況から脱却して、日本民族がきちっとこう独立した国家民族にならなければいけない。だから憲法を改正しなければいけない。そのようにおっしゃっていらっしゃいました。やはり最後は、この民族のプライドということが、全てが尽きてしまうのではないかと思います。そのように考えて、安倍総理の死を乗り越えて、我々日本国民、協力して、憲法9条を改正して、きちっと軍事的に独立する、その方向で、これからも、少なくとも保守派の人間は頑張っていかなければいけないという思いを、私は田村先生の講演会を取り仕切らせていただいて、思いを深くしたわけであります。本日の動画は以上です。これからもこのようなお話をしてまいりますので、吉川啓司の危機管理司令室にご興味を持ってくださった方は今後ともよろしくお願いします。失礼します。